その昔、平和や正義を破壊し、恐怖に満ちた世界を作り出した悪の王である。まさに暗黒の時代、人々が希望を失っている中で、一人の武道家が大魔王に戦いを挑んだ。武道家はマフーバという技を用い、今日疲れた大魔王はこれに封じられる。長きにわたった魔の時代は終わりを迎えたのである。しかし現代、不届き者によってその封印は解かれ、ピッコロ大魔王は復活してしまった。大魔王とその一味は、抵抗する者を根絶やしにするため、武道家たちを手にかけていく。クリリン、チャオズ、そして無天老師、多くの名のある武道家が犠牲となった。抗いようのない恐怖に人々は逃げ惑い、いよいよピッコロ大魔王による悪の統治が迫った。しかし、それでも諦めず大魔王に挑む者がいた。この勝負はどっちかがバラバラになんなきゃ終わんねえぞ。無論貴様だ。わずかでも動いてみろ。こいつの頭ぐらい一瞬で粉々にできるぞ。貴様たち人間の弱点はその精神的な甘さにある。非常になりきれん奴が悪に勝てるわけがなかろう。ハハハハ、形勢逆転だな。貴様は確実に倒しておくぞ。悪の世に邪魔な存在だ。どうすることもできんだろ。ついに終わったぞ。ピッコロ大魔王様の勝利だ。暗黒の世の支配者に逆らった愚か者よ、死ねえ。失敗したな。腕一本残してた。何？俺のすべてをこの拳にかける。見事というしかないな。だがこのまま魔族が消えてなくなると思うな。我が子よ、いつの日か父の恨みを晴らしてくれ。悪の根を絶やしてはならんぞ。ピッコロ大魔王は孫悟空によって倒された。
恐怖に沈み込んでいた世界は活気を取り戻し、人々は平和の尊さをかみしめた。しかしその平和はひとときのものかもしれない。ピッコロ大魔王はその死の間際、己の意志を継ぐ者を生み出し、悪がついえることを阻止していたのである。ピッコロ大魔王の生まれ変わりが動き始めるのは3年後の天下一武道会。次なる脅威に立ち向かうため、悟空は神のもとに向かい、そこでさらなる強さを求めて修行を開始する。ドラゴンボールによってピッコロ大魔王に殺された仲間たちも復活し、天下一武道会に向けて各々の厳しい錬磨は続けられた。そして3年の月日が経った。遅いですね、皆さん。あら、お二人さん、久しぶりね。お久しぶりです。ブルマさん、それにウーロンさんとプーアルさんも。いやいやいや、こりゃたまげたわい。ますます女らしゅうなりよって。カメじいさんは変わってないわね。なあ、他のやつらは？私たち、ずいぶん前からここにいるんですけど、まだ来てないみたいです。ヤムチャのやつはどうしたんじゃ？一緒ではなかったのか？それが、ヤムチャ様は西の都に帰ってきてすぐ一人で修行の旅に出てしまったんです。私を置いてね。ほっ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 、ヤムチャもか。クレリンのやつもそんなことを言って修行に行きよったわい。よほど3年前の悟空に刺激されたんじゃろうの。まあな、あいつってばあのピッコロ大魔王を倒すほど強くなっちゃったもんな。今考えても信じられないわよね。あのチンチクリンの孫君が世界を救うだなんて。なあ、おつあ。ブルマ、お主の知り合いか？いいえ。じっちゃん、生きててよかったな。みんなも元気そうだ。クリリンやヤムチャや天津飯たちはどこだ？もう予選会場に行っちまったんか？まさか、あんた、ソン君？お前、何言ってんだ、当たり前だろ。おお、よかった、雨が小降りになってきたぞ。嘘だろ、本当に悟空なのか？なんだよ、こいつ頭に巻いてっかわかんねんか。撮ってやら、よく見ろよ。どうだ、間違いねえだろ。その髪、確かに悟空だ。それよかさ、ブルマとじっちゃん縮んじまったんじゃねんか？あんたがでかくなったのよ。そういや、背伸びたかもしんねえな。それにしてもこいつはたまげたわい。よっほー、そこんとこでちょうどみんなと会ってさ。お久しぶりです、無天老師様。あまり反応がないな。驚いてるんですよ、僕たちの変貌ぶりに。見てくださいよ、無天老師様、私などこんなに背が伸びちゃって。元気そうだな、クリリン。これでみんな揃ったな。お前、まさか悟空か。お悟空、
野郎、会いたかったぞ。ちっとも礼が言えなかったじゃないか。あれが悟空か。そうらしいな。本日の天下一武道会に出場される選手の皆様、まもなく受付を締め切ります。出場登録がお済みでない方は急ぎ受付を行ってください。繰り返します。本日の天下一武道会に出場される選手は、そういえばお主らは登録を済ませておらんかったな。せっかく厳しい修行をやったのに受付し忘れて大会に出られないとなると泣くに泣けんぞい。あ、悟空、お前もまだなんだろ。さっさと済ましちまおうぜ。あ、天下一武道会に出場される選手の皆様、まもなく予選を行いますので競武館の方にお集まりください。早速始まるみたいですね。なあじっちゃん、いつもの道着持ってきてくれたか。何を言ってるか。お主たちは皆もう立派にそれぞれの道を歩いておる。いつまでも亀仙流の道着を着ることもなかろう。さあ、頑張ってこい。はい。信じらんないわ、あの孫くんが。結構いい男になっちゃったりしてさ。けっ、浮気っぽい女。さて、どれほどの力を身につけたのか、じっくり見させてもらうぞ。どうせ無天老師様、今回は仮面川流のユニフォームをくれないと思ってさ。俺、道着屋で作ってもらったんだ。考えることは一緒だな。ヒヒヒ、オラもだよ。なんだよ、俺だけ目立とうと思ったのによ。ん？なんだ、悟空、どうかしたのか？あいつ…バカな、まさか。来たな、ピッコロ大魔王。悟空、あいつ、まさかピッコロ大魔王の手下の生き残りか。うん、そんなようなもんだな。でも、みんなには内緒な。そんなことわかったら、大騒ぎになっちゃうからさ。あの雰囲気はただもんじゃないな。知ってるやつなのか。あいつ強そうだなって言ってたんだ。孫悟空。お？え？誰だ？おめえ。バカ！なんだ？あいつ。悟空、今のは？むちゃくちゃ可愛い子じゃないかよ。いつの間に知り合ったんだよ。知らねえって。ほら、あんなやつ会ったことねえもん。嘘言え、そういう雰囲気じゃなかったぞ、こんの野郎。お前本当に神様のとこで修行してたんだろうな。本当だって。選手の皆様、お待たせしました。あ、ほら、始まるみてえだぞ。ちくしょう、後で詳しく聞かせてもらうからな。めいったな。ただいまより予選を行いますので、中央にお集まりください。いてててて、
畜生、強すぎる。なあ、そろそろ予選が終わったんじゃねえか。うん、そうじゃな。おい、あっちに本戦の対戦表が貼り出されたってよ。本当か？行ってみようぜ。わしらも行ってみるかな。そうね、みんな予選を通過してると思うけど、誰と誰が戦うか気になるものね。あー、もう人が多くて見えないじゃないの。プーアル、お主ならば見えるじゃろ。読み上げてくれ。わかりました。第一試合はももしろしろって読むのかな。その人と天津飯さんが戦うみたいですよ。ももしろしろ、ひょっとして桃のようなナイスバディのお姉ちゃんかの。エロジジイ。第二試合が、あ、悟空さんだ。悟空さんと匿名希望って書いてあります。匿名希望とは妙じゃな。名前を隠してるってこと？なんでそんなことするのかしら。第三試合はマジュニアって選手とクリリンさんですね。マジュニアね、なんとなくいけすかない名前だけど、どんなやつだろう。ヤムチャ様は第四試合です。シンって人と対戦です。今回は1回戦を突破してよね。大丈夫ですよ、たくさん修行したんですから。それで全部か。はて、チャオズはどうした。チャオズさんは、あれ、そういえば名前が書かれていないな。どういうことじゃ。あ、いたいた。無天老師様、みんな詳しい話を聞く必要がありそうじゃな。ということで、俺たちは予選を通過できたんですけど、チャオズは負傷してしまって。なんと、そんなことか。それで今チャオズは病院に運ばれて治療を受けてます。そうか、なんともなければよいが。それにしたって、チャオズ君を倒したのは誰なの。だって普通の人には負けないでしょ。それについては、無天老師様知ってますか。鶴仙人の弟のタオパイパイってやつ。タオパイパイじゃと。タオパイパイがチャオズを倒したというのか。しかし奴は悟空が。うん、ずっと前カリン島のとこでオラが倒した。爆発したし、オラ絶対に死んだと思ってた。でも生きてたんですよ。しかも半分ロボットのようになって。タオパイパイは悟空も天津飯も殺す気でいます。第一試合でまず天津飯のやつと戦うことになりました。なるほどの。それで天津飯は一人で精神を集中させてます。相手が相手だからって。どっちゅうことねえさ。天津飯ならあんなやつ敵じゃねえ。そいつは聞き捨てならんな。鶴仙人。一つ忠告しておいてやる。亀仙流のヘボどもが全滅せんうちにとっとと逃げ出すんだな。クソジジ、ここではっきりさせておいてやるが、天津飯はもとよりここにいる三人も今や亀仙流ではない。みなこのわしを超え、それぞれの部の道を歩いておるわい。おお、亀仙流の道義をつけているのにか。それはこやつらがこのわしに対する思いやりで、それぞれにこしらえたもんじゃ。そうだそうだ、無天老師様はお前なんかと違って尊敬されてるんだ。今のうちにせいぜいそうやって生きがっておくんだな。サイボーグ化したタオパイパイは想像を絶する強さを手に入れた。天津飯や貴様らにほんのわずかでも勝ち目があればいいがな。なによ、相変わらず嫌なじじい。
天下一武道会本戦に出場する皆様にお伝えします。まもなく試合が始まります。出場者は武道寺本館に集合してください。あ、始まりますよ。みんな頑張ってね。よし、行ってこい。見せてもらうぞ、お主たちの上達ぶりを。はい。なあ、おう、じゃあな。いよいよ始まるな。試合前のこの緊張感はいつになってもたまらないぜ。あ、そうだ、おめえたちにいいもん食べさせてやろうか。見た目はただの豆なんだけど、一粒食えば10日は腹が持つんだ。へへ、先祖だろ、俺もヤムチャさんも持ってるんだ。え、それじゃおめえたち。ああ、みんなカリン島に登ったんだ。その後バラバラになってそれぞれ修行をしたわけさ。そっか、そうだったんか。そういや、てっぺんにいたヤジロベエってやつにも武道会に誘ってみたけど来なかったみたいだな。はは、あいつこういうの綺麗なんだ。うるせえ、来たけど負けてまったんだわ。しかしあのシェンって野郎、見た目はさえにゃおっさんだけど、あいつただもんじゃにゃねえ。予選であんなどえりゃやつに当たってまうなんて、ついてに合わねえ。なあ悟空、ずっと聞きたかったんだけどさ、神様の修行ってどうだったんだ？やっぱきつかったか？ああ、そりゃものすごかったぞ。お前がそれほど言うってことは相当だな。もしかして天津飯選手のお仲間でしょうか？はい、そうですけど。ああ、よかった。予選の時に皆さんが一緒にいたところを見て、きっと関係者だと思っていたんですよ。実はですね、お伝えしたいことがありまして、チャオズ選手のことなんですが、つい先ほど病院から意識が戻って順調に回復していると連絡があったんです。本当ですか？ええ、本来なら私から天津飯選手にお伝えしなければならないのですが。ほら、あの様子でしょう。ちょっと邪魔できなくて。ああ、そうですよね。わかりました。ありがとうございます。では、私はこれでよろしくお願いします。いがったな、チャウズが無事で。どうする、悟空。さっきのことを天津飯さんに伝えるか？でも、邪魔するのも悪いよな。あえて言わずに試合に集中させるってのも手だが。そうだな。天津飯、いいか？孫か、どうした？そうか、そうか、本当によかった。これでますます試合に集中できんな。あ、タオパイパイと戦うんは、怖えんか？タオパイパイ様は、俺に戦い方を教えてくれたもう一人の師だからな。だが今回のことはどうしても許せん。チャオスは俺をずっと支えてくれたんだ。
必ずこの手で。ふっ、いや、手は。ふぅ、チャンス、少し休憩するとしよう。僕はまだやれる、天さん。しかし僕、天さんの役に立ちたい。一緒に強くなりたい。やっとるな。鶴仙人様。久しいな、天津藩にチャオズだったか。タオパイパイ様。今日はお前を徹底的に鍛えてやろうと思ってな、こやつに来てもらったのだ。普段ならば金を請求するところだがな、可愛い弟子のためなら仕方ない。ありがとうございます。ではさっさと準備をしろ。私の1分1秒はお前たちの時間より貴重なのだ。はい。天さん。あのタオパイパイ様が手合わせをしてくれるとはな。殺し合いになるための大きな一歩だ。では、始め。よろしくお願いします。ふん、構えだけは一人前だな。さて、遊んでやるとするか。見てもらおうか。本気で打ち込んでくるがいい。はい。ふっ、平然と。俺の攻撃が通じていたわけではないのか。0点だな。確かに武道は最低限身についている。だが貴様には決定的に足りていないものがある。優勢に攻めさせてやったのになぜとどめを刺さん。その拳は何だ。人を殺すためにあるのではないのか。しかしタオパイパイ様相手に。甘い。貴様の心は軟弱そのものだ。誰であれ始末する心がないのなら殺し屋にはなれん。よかろう、せっかくの機会だ。わし直々に貴様の心を鍛え直してやる。徹底的にな。立て。この程度で終わると思うな。甘い甘い、甘すぎる。貴様にはさっきが足らん。それではいつまで立っても殺し屋にはなれんぞ。いつまで寝ている。さあ立て。私を殺す気でかかってこい。さもなくは貴様が死ぬぞ。チャオズ、勝手なことをするな。ケンさん、もうボロボロ、動けない。ふん、なるほど。貴様が天津藩を甘やかしているのだな。お前がいては、いつまで経ってもこいつは成長できぬ。この私が消しておいてやろう。メロ。ん？チャオズに手を出すな。天さん。チャオズから離れてください。ほう、一発の殺気を出せるではないか。そうだ、それでいい。だがこの私に殺気を向けた、その報いは受けてもらうぞ。ダダンパー。せいぜい強くなれ。もっとも並大抵の鍛錬では私の息に達することはできんがな。
よかった。気がついた。チャオズ、タオパイパイ様は。鶴仙人様と一緒に町に降りていった。そうか。全くかなわなかった。俺は今まで何を。ごめんなさい。どうした？僕が。の邪魔をしてる。僕がテンさんの足を引っ張ってる。僕はもうここからいなくなった方がいいかも。タオパイパイ様が言っていたことを気にしているのか。うん。だったらそれは見当違いだ。足を引っ張っているどころか、俺はチャオスに助けられている。でも僕はテンさんより弱いし、修行の役に立っていない。俺をこうして解放してくれるのはお前だけだ。お前が修行に付き合ってくれているから俺は強くなれる。いなくてはならない存在なんだお前は。俺がタオパイパイ様にかなわなかったことは関係ない。俺が弱かっただけだ。だから気にしないでくれ。ありがとう、ケンさん。それはこっちのセリフだ。おお、一発の殺気を出せるではないか。そうだ、それでいい。殺し屋には殺気が必要。それはその通りだ。俺は殺し屋になるために日々修行を重ねてきたんだ。だが、僕、天さんの役に立ちたい。一緒に。と共に技を鍛えることに喜びを感じていることも事実。それは殺気を伴うものではない。武道家としての純粋な手応え。俺の夢は殺し屋になることだ。だがもしチャオズと共に武道家の道を。バカなことを。何を考えているんだ俺は。そんなことは万が一にもありえん。俺は殺し屋になるんだ。テンさん大丈夫？もう十分休んだ。修行しよう。手伝ってくれるな。結局俺は殺し屋にならず武道家の道を選択した。もちろん無天老師様やお前たちがいてくれたおかげだが、俺にとってはチャオズの存在がとても大きかったのだ。だからこそ殺し屋の道を歩んでいるタオパイパイ様にチャオズが倒されたことが悔しくてな。チャオズの仇は俺の手で必ず取らねば。けんどさ、そんなに力まねえでもおめえの方がタオパイパイよか、ずっと上だ。そんなこと本当はおめえも分かってんだろ。さあな、試合に絶対はないからな。どちらが勝ち残るかはまだ分からん。なことねえさ、おめえあんなやつに絶対に負けねえ。まさかお前に励まされるとはな。そういうことなら順当に勝ち進んで遠慮なく2連覇させてもらうとするか。お、そうはさせねえぞ。今度はオラが勝つ。お前の方こそ初戦でドジを踏むなよ。お前と戦うことを楽しみにしているんだからな。頑張るよ、テジハン。ご来場の皆様、大変長らくお待たせしました。ただいまより第23回天下一武道会を始めます。
第1試合はタオパイパイ選手と前回の優勝者天津飯選手の対決です。では両選手どうぞ。目に物見せてやれ。安心しろ、とりあえず殺しはせん。試合では半殺しにしてやるだけだ。貴様と悟空は私が優勝した後でじっくり料理してやる。それでは第1試合始めてください。覚悟はできているな。それは良かった。ではあっさりと片付けてやろう。まさかこんなことが。タオパイパイ様、チャオズにしたことは忘れます。もうやめてください。私はあなたが考えているより強くなりすぎてしまったのです。ふざけるな。私に戦い方を教えてくださったのは鶴仙人様とあなたです。無様な負け方をさせたくありません。退場してください。貴様、この私をコケにするか。反則です。武器の使用は固く禁じられております。この勝負、天津飯選手の勝ち。うるさい、もう試合などどうでもよい。武道家としての誇りもなくしてしまったのですか。偉くなったもんだな。せいぜい補作がいい。その口も今に聞けなくなる。とっておきの兵器スーパードドンパで貴様は死ぬのだからな。セットしたぞ。これでどんなに逃げようとスーパードドンパがどこまで守っていく。このサイボーグタオパイパイ様を見くびったのが運の尽きだ。さあやれ、やってみろ。地獄に行ってから後悔せい。スーパードドンパーかー。バカな、そんなバカな。気合だけでスーパードドンパーをかき消して。なんだ。数日は目が覚めないでしょう。連れて帰ってください。そして二度と我々の前に姿を現さないでください。お願いします。この恩知らずめ。貴様、ろくな死に方はせんぞ。やったな。ああ、参ったな。ちょっと強すぎますよね。大変なハプニングがありましたが、続いて第2試合に行きたいと思います。選手の準備が整い次第始めますので、しばらくお待ちください。よし、次はオラの番だ。相手はあの可愛い子ちゃんだろ。くー、いいな。まだ言ってんのかよ。やれやれ。悟空、分かってると思うが、準備ができたらスタッフに連絡しろよ。あ、それでは第2試合を開始します。なんかおめえいつも怒ってんな。なんでだ。自分の胸さ聞いてみれ。い、両選手の入場です。第2試合は前大会で惜しくも優勝を逃した孫悟空選手と、女性でありながら堂々と予選を勝ち抜いた匿名希望選手です。
匿名希望選手は訳あって本名を明かせないそうなので、こう呼ばせていただくことにしました。どうもわかんねえな。おめえオラのこと誰かと間違えてねえか。間違えてねえ。おめえ孫悟空だろ。そうだけんどオラおめえのこと知らねえんだよな。むかー、まだ言うだか。始めますよ。よろしいですね。それでは第2試合始めてください。オラおめえに会ったことあった。ある。本当か。いつ。ほら見れ、何もかも忘れちまってっから。オラ腹立たせてるだよ。乙女の子のも知らねえでよ。約束も忘れちまってだか。約束？約束ってオラが？おめえとなんて約束したんだ。オラのことお嫁にもらってくれるって。え？お嫁？ん？今頃やっと思い出したようだべ。クリリン、お嫁ってなんだ？教えてくれ。バカ野郎、お嫁にもらうってのは結婚するってことだよ。夫婦になってずっと一緒に暮らすんだぞ。悟空、それ知ってて約束したのか。一緒に暮らす。おめえとかほらそんな約束したか。一体誰なんだ。頼むから教えてくれ。はっ、しょうがねえ、オラに勝ったら教えてやるだよ。ほんとか？いがった。オラ名前も知らねえやつとずっと一緒に暮らさなきゃなんねえのかと思っちゃったよ。へっ、もう勝った気でいるだか。じゃ、行くかな。覚悟しろよ。やれるもんならやってみるだよ。てめえ、やりすぎちまったかな。場外。孫悟空選手の勝ちです。今のは一体な、何もしていないのに。何もしとらんことはないぞよ。悟空は凄まじい勢いで拳を繰り出したはずじゃ。その時に生じた衝撃波のようなもので、あの子は避ける間もなく吹き飛んだ。てぃ、おい、しっかりしろ。大丈夫か。さすがだべ。やっぱオラが旦那にと決めた男だけあるだよ。なあ、教えてくれ。おめえ誰なんだ。まだわかんねえだか。オラ、牛魔王の娘の父だよ。父？もう？そうか。父を嫁に？オラたちもうちっと大きくなったら嫁にもらいに来てくれな。ん？何くれるって？やんだ、わかってるくせに。なんかようわからんけど、くれるもんならもらいに来っぞ。思い出したぞ。いた。オラ確かに嫁もらいに来るって言った。やっと思い出しただか。そっか、オラ嫁って食い物のことだとばっか思ってたんに。ま、いっか、約束しちゃったもんな。じゃ、結婚すっか。んだ。おっと、なんとなんと孫選手結婚してしまいました。くっつくなって、歩きにくいじゃねえか。夫婦ってこういうもんだべさ。なんとあの悟空が結婚してしまった。唖然とする仲間たちをよそに、
天下一武道会は大盛り上がりで進行していく。第三試合に登場したのはクリリン。彼と対戦したのはピッコロ大魔王の生まれ変わりであるマジュニアであった。ザコめ、鍛え抜かれた技を持ってクリリンはマジュニア相手に善戦するが、マジュニアの技量はさらに上を行っており、反撃を受けたクリリンは敗退してしまう。ダメだ、参った。そして続く第4試合、登場したのはヤムチャと、まるで素人のような見た目のシェンであった。どうもどうも。あっさりと勝負が決すると思われたが、シェンは隠された実力を発揮し、ヤムチャは後手に回る。シェンがヤムチャを上回るのは当然であった。なぜなら彼の正体は神様だったのである。シェン選手、シェン、そうか、やっぱあのちゃん神様だ。神様の圧倒的な武に対し、ヤムチャは持てる力を振り絞るも力及ばず、あえなく敗退。そうしてここに準決勝を戦う4人が出揃った。悟空、天津飯、マジュニア、シェン、天下一の座につくのは果たして。さあ、大激戦の末ベスト4が決まり、いよいよこれより準決勝戦へと突入いたします。準決勝最初の試合は天津飯選手対孫悟空選手です。この2人は前大会で凄まじい決勝戦の末にわずかに天津飯選手が勝り優勝しております。果たして今大会ではどうなるでしょうか。よし、さてと行ってやってくっか。頑張るだよ悟空さん。お、さあ準備が整ったようです。それでは2人に入場してもらいましょう。はじめっから飛ばしていくつもりだろ。もちろんだ。見せてもらおうか、修行の成果。では天下一武道会準決勝第一試合始めてください。俺はこの時をずっと待っていたんだ。前の天下一武道会は確かに俺の勝利した。だがあれは運が良かっただけだ。今回は運ではなく実力ではっきりとお前より上に行ってやる。頭かっこいいな。運も実力のうちだろ。まあ、おめでとう戦いはオラも楽しみにしてたんだ。とりあえず強くなったら気になるもんな。その通り、遠慮なしでやらせてもらおう。天津飯選手と孫悟空選手は数年前の天下一武道会で決勝戦を戦った猛者であります。果たして今回は。孫悟空、お前は全くすごいやつだ。あの3年前の時点でその強さはまさに完璧だった。そいつをさらに上回るとは恐れ入ったぜ。おめえだってやっぱすげえや。相当修行したんだな。もちろんだ。負けたくはないからな。これはまたとんでもない試合。まさに息をする暇もありません。おお、天津飯
ちょっとタマな。俺ちょっと服脱ぐからな。服？ああ、好きにしろ。暑いからだ。ああ、ちょっとここで息をつくようです。孫選手、道着を脱ぎ始めました。無理もありません。この暑さであれほど動き回れば。よっ。なあ。孫、このシャツちょっと見せてもらっていいか？ん？あ、ああ。な、何？孫、お前、今までこんなのを着て戦っていたのか？あ、神様がな、これも修行だって。リストバンドも、まさか靴もそうなのか？うん、亀仙人のじっちゃんの修行の時もさ、亀の甲羅背負ってたんだけど、同じようなもんだな。なにのんびりしてんだよ。俺が片付けてやら。ああ、悪いな、クリリン。気つけろよ、重いからな。なんだよ、こりゃ。お前、これって普通の重さじゃねえぞ。だろ？片っぽだけで20キロだもんな。足がだるくなっちゃってさ。よしっと。全部で100キロ以上はある。なんと驚きました。孫選手、これまでは重い服を着て戦っていたようです。それであの動きをしていたわけですから。いやはや言葉が出ません。軽くなった。お待たせ。なるほど、これでさらに速くなるわけか。いいだろう。お前がその気なら、俺もとっておきの必殺技を披露するまで。とっておき？一体どんなんだ？お前がいくら身軽になったとて、十二の目から逃れられるかな？十二の目？死神の剣！なんと天津飯選手が4人になったように見えます。どうなってんだ。残像剣じゃねえ、みんな本物だ。その通りだ。まさかまさかの4対1。これは孫選手どのように対処するのでしょうか。やっぱおめえはすんげえよ。前の天下一武道会からずっと強くなってる。ほら、ワクワクが止まんねえぞ。悪いな、そう。今回も俺が勝たせてもらうぞ。へへん、そうはいかねえぞ。確かにおめえの技にはびっくりしたけどさ、勝つんはオラだ。では決着をつけるとしよう。お前か俺か、どちらが上かはっきりさせるぞ。天津飯、次で勝たせてもらうぞ。勝たせてもらう、バカなことを。へへ、その技の弱点もう分かってんもんね。弱点だと。4人になったのは失敗だったな。しまった。なんと。勝った。おめえらしくねえ疾病だったな。4人になったのはすげえ作戦だったけどさ、一人の力4人に分けたから、攻撃も守りもスピードも全部4分の1の力になっちゃったもんな。まさかこうもあっさりと見破られるとはな。乾杯だ。武空術を使う暇もなかったぜ。どうも、場外です。天津飯選手、まさかの場外負け。孫悟空選手、決勝戦への進出が決定いたしました。
悟空のやつ、あれほど動いたにもかかわらず息が乱れておらん。今の悟空の一番恐ろしいところはパワーでもスピードでもない、とんでもないほどのタフさを身につけたことじゃ。やっただな、悟空さん。すごかっただよ。おらぶったまげちまった。とんでもない武道家になっちまったんだな。へへ、見直しただろう。惜しかったな。いや、惜しくないさ。はっきり言ってあいつの強さは桁違いだ。まさかここまで腕を上げているとはな。さて、と、いよいよか。父、ちょっとおめえ、表に行っててくれっか。え？ああ。気がつかなかった。そんな格好してんだもんな。ちょいと人間の体を貸してもらったのだ。ピッコロのやつを倒しに来たんだろ。なんでわざわざ神様が。孫悟空よ、お前ミスターポポから私とピッコロとの関係を聞いたのではないか。私とピッコロは一心同体、もともと一人の人間であったということを。うん、そしてピッコロを殺せばこの私まで死んでしまうことまで聞かされてしまったのだろう。それを知ってしまったお前にはピッコロを倒すことはできんだろう。殺さずになんとかすさ。なんとかなるような甘い相手ではないこともよく知っているはずだ。もともとが私のまいた種だ。自分のことは自分で解決したい。剣道よ。お前の修行はほとんどミスターポポに任せておいたから、実力のほどは今一つ定かではないが、今のピッコロを食い止めることができるのはこの私しかいないと思っている。まさか相打ちして死ぬ気じゃねえだろうな。神だって命は惜しいぞ。それに神が自殺行為をするわけにはいくまい。心配せんでいい。良い方法を人間が教えてくれたのだ。さて、自分と戦いに行くか。さて、この準決勝第2試合でもう一人の決勝戦進出者が決定いたします。これまた素晴らしい好試合が期待できそうです。2人とも無名の新人でありながら超達人、マジュニア選手とシェン選手との一戦であります。おじけづいて逃げてもよかったんだぞ。そういうわけにもいくまいよ。さあ、では準決勝の試合です。始めてください。あっさりと片付けてやる。あいにくこの俺の標的は貴様などではなく孫悟空なんでな。孫悟空を抹殺し、邪魔者のいなくなった後で再び世界征服を狙うつもりなんだろう、ピッコロよ。なぜそれを。この場で俺のことを知っているのは孫悟空だけのはず。あ、そうか、そういうことか。貴様の正体が分かったぞ。その姿は借り物ということか。下界に何の用だ、神め。今頃分かったか、ピッコロ大魔王よ。下界に来たわけは言うまでもなかろう。まさかこの俺を退治しに来たとでも言うんじゃないだろうな。まさかではない、その通りだ。一体どうしたのでありましょうか。シェン選手、何やら激しく言い合っておりますが、さっぱり言葉が分かりません。聞いたこともない言葉です。このピッコロ様を退治だと貴様血迷ったか。
貴様と俺とはもともと一心同体だ。俺を殺せば神である貴様も死ぬことになるぞ。そんなことはもちろん承知しておる。まさか自殺する気じゃあるまいな。心配せんでもいい。自殺などせんでもお前の悪を食い止める手段を人間が教えてくれたぞ。覚悟は良いな。まさかマフーバだ。はあ、うわマフーバ返しな。しまった。まさかこんな結果に。せめてこの人間の体だけでも返さねば。そうよ、私は死んでも構わん。こいつを倒せ。よう清めてくれ。つぁこのピッコロ様にいつまでも同じ手が通用すると思ったら大間違いだ。もはや俺様に弱点はなくなったんだ。ダウンですシェン選手。そこに倒れている男はただの人間だ。気がついたところでどうしようもあるまい。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。神様が、あのちっこい瓶の中に吸い込まれちまった。9、10、立てません。マジュリア選手、不思議な技で勝利。決勝戦進出を果たしました。どけ。おい、その瓶、オラによこせ。冗談じゃない。せっかく鬱陶しいやつを封じ込めたんだ。さあどうする。これで俺様を殺さん限り瓶は戻らんぞ。だが俺を殺せばやつも死ぬ。困ったな。もしもし、シェンさん、大丈夫ですか？いちち。ん？よかった。気がつきましたね。あれ？あの、ここは？ひょっとして、天下一武道会の試合をする？え？そうですよ。頭でも打たれましたか？変だな。わしはいつの間にこんなところで。酒でも飲んだっけ？いや、これはどうも。あらら、なんか別人になったみたい。ん？そういや、亀仙人のじいさんは？あれ？さっきまでいたのにどこに行ったんだろう。ほっときなさいよ。どうせトイレか女性のお尻を追いかけに行ったんでしょう。ちくしょう、あの野郎、神様を。ソン、教えろ。あのマジュニアというやつは何者なんだ。雰囲気で魔族のものだとはわかるが、あの強さはただものじゃないぞ。その通りじゃ。悟空よ、訳を話せ。ああ、無天道士様。うん。もう隠してても意味ねえかな。正直に話す。あいつはピッコロ大魔王だ。何だと？バカな。ピッコロならお前が完全に退治したはずだ。ああ、確かに倒した。でもどうやらピッコロは
死ぬ前に卵を残したらしいんだ。その卵にピッコロの全てを詰めて、だからその卵から生まれたあいつはほとんどピッコロと変わりねえんだ。しかし俺は見たぞ、今の魔風馬でシェン選手から。そうだ、シェン選手の体からもピッコロのようなやつが飛び出して瓶に吸い込まれた。あの人はピッコロじゃねえ、人間の体借りてピッコロと戦ってた神様だよ。神様だと？神様とピッコロはもともと一人の人間だったんだ。神様になるために捨てた悪い心がピッコロになっちまった。だからどっちも相手を殺せば自分も死んでしまうんだ。なるほどな。自分を殺さずに相手を消し去るにはまさに魔風馬はうってつけじゃ。その魔風馬っちゅうやつで神様は瓶に閉じ込められちまったんだけど、元に戻れるんか？蓋さえ開けられればな。どうすんだよ。瓶は奴が飲み込んじまったし、なんとかしたくてもあいつの強さは異常だぞ。確かに。はっきり言って神様が負けた以上、今の俺たちでは束になってかかってもかなう相手じゃない。この中で可能性があるとすれば悟空、お前だけだ。すまんの、魔風馬も通用戦今となってはお主だけが最後の望みじゃ。大丈夫、オラがなんとかすっさ。大丈夫ってお前なんか策でもあるのか？そんなもんねえけど、やってみなきゃわかんねえだろう。おいおい、さてと、決勝が始まるまで何してよっかな。あ、悟空さん待ってけろ。あれは余裕なのか開き直りなのか分からんけど、あいつは昔から不思議な安心感がありますよね。今回も期待していいのでは。ご来場の皆様、お待たせいたしました。いよいよ決勝戦が始まります。天下一の達人は果たして孫悟空選手でしょうか、マジュニア選手でしょうか。では両選手どうぞ。じゃあやってみっか。頑張れよ悟空。死ぬでねえぞ、オラ新婚早々未亡人なんて嫌だべ。仲間と別れを惜しむ必要はないぞ。貴様を殺した後、すぐにこいつらもあの世に送ってやるからな。そんなことにはなんねえさ。さあ、第23回天下一武道会、天下を取るのは果たしてどちらでしょうか。覚悟はできたか。何の覚悟だ。もちろん死ぬ覚悟だ。それでは天下一武道会決勝戦始めてください。会場もろとも吹き飛ばしてくれる。消えてなくなれ。
なんてやつだ、これやがった。おのれ。この俺様に一瞬とはいえ恐怖を与えおったな。ものすごい孫悟空選手の攻撃でした。しかしマジュリア選手、信じられないことにこらえきりました。あれ、はて、どこかで似てるぞ、ピッコロ大魔王に。ピッコロ大魔王。そういえば本当だ、似てる、そっくりだ。似てて当たり前だ。この俺はピッコロ大魔王の生まれ変わりだ。世界中に知らせておけ。孫悟空の息を止めた後、再び貴様らの王になってやる。ピッコロ様の天下がよみがえるのだ。これは大変なことになりました。マジュリア選手は実はピッコロ大魔王だったのです。プロね。みんなも少し離れてくれ。その方がオラも戦いやすい。わかった。ゴミどもが散って静かになったぜ。言っとくが、おめえなんかに天下は取らせねえかんな。そういう自信にあふれたセリフは次の技を見てから言うんだったな。ほー。いよいよこれで貴様の最後が見えてきたな。でっけえ。死ねえ。これで貴様に立ち直る。愛のようにあっさりと潰してやる。でかくなっただけじゃねえか。果たしてでかくなっただけだね。この間は味わわないよ。それぐらいの大きさだったら怖くなんかねえさ。もっともっとでっけんだったらやべえけんどな。これ以上は大きくなれんとでも思ってたのか。うわ、まさかそれで目いっぺいじゃ。見るがいい。でかい。さらにものすごい大きさ。まるで山です。さあどうす。引っかかったな。天使班、こいつを。これは開けてくれ。よし。一体そうか、私はマフーバを跳ね返されて。神様ですな。悟空のやつが見事な作戦であなたを救出したのです。悟空が。おのれ。
なんだ、元に戻るんか。また体の中に入られちゃまずいもんな。この俺をここまで。許さん、絶対に許さんぞ。何もかも吹き飛ばしてくれる。ピッコロ大魔王様の最後の賭けを受けてみるがいい。なんてものすごい気だ。こんな超パワーな気は初めてだ。いかん、こりゃとんでもないぞ。逃げろ、逃げろ。みんな今すぐこっから離れるんだ。悟空さんはどうする気だ。ほら、これで見せる。バカを言え、いつまで五条を張るつもりか。一緒に逃げろ、逃げるんだ。もうみんなが脱出する時間がねえ。聞く方。おい、みんな、死にたくなかったらこの穴に飛び込め。よし。悟空、無理するんじゃないぞ。無理だ、孫。てめえ、もたもたすんじゃねえよ。神だかなんだか知らねえが、とっとと入りやがれ。死ねえ。終わった。どうだ、なんとかこらえちゃったもんね。バカな、そんな。もう、おめえに勝ち目はねえ。今ので残ったすべての気を使い果たしちまったはずだ。優勝いただき。待て、どうするつもりだ。おーい。審判のちゃん、カウント。はい。これはひょっとして死んでいるのでは。死んじゃいねえさ、こいつはそんなヤワじゃねえよ。ではカウント、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン。はあ。
だ生きていながるか。だが残念ながらここまでだ。まずは右足、左足。うわ、これで動くのは左手だけだ。だが前の戦いでは腕を一本残してしまい父は敗れた。これで貴様は全く身動きができん。最後の一撃を食らうがいい。殺される、悟空が死んじゃうぞ。おい天津飯とやら、この私を殺してくれ。そうすれば奴も死ぬ。しかし早くせい。神は自殺はできん。それ以外に孫を救う方法はないぞ。やめろ。ん？そんなことすんな。この一瞬を俺は待ち焦がれていた。ピッコロ大魔王の仇はピッコロ大魔王が撃つ。うわー、悟空！粉々になりよったぞ。いくらシャンロンといえど、これではもう復活はさせられまい。勝ったぞ。孫悟空は死んだ。恐怖に満ちた魔の世界を復活できるのだ。そんな畜生、よくも悟空を。最悪の事態になってしもった。ついでに貴様たちも始末をしてやる。あの世で孫悟空と対面するんだな。なんだと？くそ。ん？ん？なんじゃクリリン。天津飯さん、あんた目がいいだろ。あれ、ひょっとして。やっぱり悟空だ！なんと！悟空術だ！おめえの負けだ！審判のおっちゃん、あいつ場外に落ちただろ。シエイさん、オラ勝ったよな。そういえば確かに、ここは場外。孫選手の勝ちです。孫悟空選手、天下一武道会優勝！やりやったー！悟空さん！
やっぱりすげえよ。最後の一撃を武空術で避けるなんてな。驚かせやがってこの野郎。オラ優勝したぞ。いちち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 、大丈夫け悟空さん。あんまし大丈夫じゃねえ。すぐに病院へ連れてってやるぞ。心配無用だぎゃ。オリが先祖を持ってきてやったんだわ。あ、お前は。やじるべ、なんでここに。ちょっと様子を見に寄っただけだわ。そしたら急に爆発してまうもんだで、とっさに隠れてって、そんなことはどうでもええでしょう。ほら、け。ありがてえ。武道会で優勝したぞ。なんと。やべ。待て。なんださん。そりゃこっちのセリフだよ神様。一体何をする気だったんだ。こやつはまだ生きておる。息の根を止めねばならん。生かしておいてはならんのだ。ピッコロを殺せばあんたも死ぬんだぞ。そうなったらシェンロンに頼んで私だけを復活させてくれればよい。神様が嘘をついてもいいんか。何。ドラゴンボールとシェンロンはもともと神様が作ったんだろ。だから神様が死んじゃったらドラゴンボールとかも消えてなくなっちゃうんじゃねんか。それは本当ですかな。この私なんぞ、もうとうの昔に神をやめるべきだった。ピッコロなどという恐ろしい悪を生み、その力は神をも超え世を混乱に陥れたのだ。そんな私に神の資格などあろうはずがない。死んで当たり前なのだ。ジョコ、世を再び平和に導かれたのもあなたですぞ。あなたの作られたドラゴンボールがなければ今の孫悟空やここにいる者たちの成長や出会いはなかった。たった一個のドラゴンボールから全てが始まり、そして世を守ったのです。孫よ、良い師匠に出会い育てられたな。うん、ちょっとエッチだけんどな。いや、わしは基本をちょっと教えただけで、ここまで成長させてもらったのはあなたやカリン様が。はっ。やはりお前は亀マークのついた道着が一番似合うわい。サンキュー。やじろべ、先ずもう一つぶくんねえか。え、おめえ一つじゃ足りなかったのけ。ほれよ。サンキュー。食え、元気になっぞ。お前何するんだ。おめえがこのまま死んじゃったら神様も死んじゃうもんな。それによ、宿敵がいなくなっちまうっちゅうもちょっとだけ寂しいしな。その甘さが命取りになる。今日のところはこのまま引き下がってやるが、そのうち必ず貴様を倒し世界をいただくぞ。この次に会う日までせいぜい楽しんでおくんだな。もっともっと修行して強くなれピッコロ。ほら、その強さをもう一歩超えてみせる。
あんなにチビだった孫くんなのに、今は山よりも大きく見えるなんてね。悟空さん！よかった！生きててよかっただよ！わ、な、何すんだよ、父。そうか、忘れておったわい。悟空のやつ、新婚さんだったんじゃ。孫よ、私に代わって神になってくれぬか。その資格は十分にある。二人で天界に住むがいい。え、オラが神に？冗談じゃねえ、やだよ。あんな退屈なとこにずっといたらそれこそ死んじゃうよ。私の後を引き継ぐのはお前以外にはおらんのだ。ビーキントンやーい。ソン、みんなバイバイ、またおな。スプリー、ゴクー。追いかけなくてもよろしいのですか。いや、無理強いはできぬ。あやつはひとところにとどまる性格ではありませんからな。なに、そのうちさらに強くなってひょっこり現れるでしょ。神様の誘いを断ってよかっただか。あんなとこへ行ってもつまんねえよ。それよかおらもっと強くなりてんだ。そんでピッコロよりさらに上に行く。天界一武道会で優勝してもまだ強くなるべか。さすがオラの旦那だべ。どうせならピッコロよりもぶっちぎりで強い男になってけろ。ああ、よし、行くぞ。父、振り落とされんなよ。うっ。